足利義和は、室町時代中期の室町幕府の、第五代聖大将軍王衛32年2月27日。父は、第四代将軍、足利義持で着難。母は、日の助康の娘で義持の性質の日の栄子で、王衛14年7月24日に生まれた。王衛24年12月1日、義持が加官して元服し、 正後位下右この絵中将に任じられた。吉持は、着手の吉和をかなり長愛していたようで、吉持の三経や三郎、遊覧の時にはほとんどにおいて吉和は同行していたという。応泳三十年一月一日、吉持、吉和不死は朝廷に参大し、それから畠山三家、柴吉厚、細川三元らの屋敷にそれぞれ渡御していることから、 この年初から吉和への将軍職場とへの根回しが行われていたと推測されている。3月9日には9日後に吉和の将軍宣言を行うように申し入れており、3月18日、17歳で父から将軍職を譲られて第五代将軍に就任した。就任の日には諸大名が3月20日には相続が軍散して馬や立ちを献上して祝ったという。 王英三十一年十月十三日には三義に任命されて平等に列した。王法所となった吉持はまだ三十八歳であり、これは自らが父の吉光に早くに将軍職を譲られた例を踏襲したとされている。吉和は放送を患うなど生来から病弱であった、上、大酒飲みでさらに健康を悪くしたと言われている。十五歳の時、 父の吉持に大酒を今められ、謹慎は吉和に酒を進めないよう気象文を取られたという話なども伝えられている。これに対して、気象文の一件は吉持本人が、全集的な禁欲主義に基づく酒嫌いから吉和の将軍就任前から、たびたび、禁酒令を出していたことによるもので、これを除くと吉和と酒に関係する資料は見出せず、吉和が、 大酒飲みであったとする事実は認められないとする指摘もある。学生においても隠居していた吉持や有力官僚らの存在もあって実験はないに等しかった。死の2、3年ほど前から病を得て様々な治療や人を受けていたが、欧米32年2月27日に父に先立って休止した。去年19。吉和には、 死子がなく、また吉持に他に男子がいなかったため、吉持が将軍代行として、象徴元年に死去するまで政務を取ることになった。栃木県足利市の番那寺が吉和の木造を所蔵している。吉和は病弱であったが、吉持の実施の中で元服まで存命しているの分かれ、だけだったため、吉持の長愛はかなりのものだったと伝わる。 酒飲みに関して、希少分を取ったのも、我が子を心配する、父親の愛情だったという。また、義一の死は、突然だったため、義持が殺害した、義一のおじにあたる義継の怨霊のため、あるいは義持が義一に、将軍職を譲ってから、自社統制のために、岩清水、八幡宮の新人を数十人殺害しており、その神罰であるとする噂もあった。 日付イコール旧歴、ありがとうございます。